なんだか大変なことになってるね。どうしたん？話聞こか。いやね、世間では、もしかしたら EV ヒーローズが、買えないかもしれない、ってなってるんだ。そりゃまあまだ発売前だから買えないよね。ちゃうちゃう。先日、公式ページで EV ヒーローズの予約が始まったんだけど、始まって開始10分ほどで売り切れてしまったようなんだ。すごい人気だな。そしてその直後から、フリマサイトでは、4から5倍の値段で出品され始めてしまったんだ。発売前からフルパワー全開だな。一体どうしてこんなことになってしまったのか。ツイッターでも、せめて EV じゃなければ、とか、これのどこがヒーローなんだ、とかひどい言われよう。EV たちは決して悪くないのに。心が痛むよ。そんな中で電 TV といえば、公式様は全て正しい、でおなじみ、公式の犬です。いつまでも楽しいコンテンツをありがとう。そんな犬が今回の件を、ポジティブに深掘りしてみました。ぜひ最後まで見て、見終わった頃には君も公式の犬になろう。公式の動きに全肯定の構え。まずこんな意見もありました。公式。ウルトラシャイニーから何も学んでないやん。ウルトラシャイニーというパックでも、今回と同じように発売前から高額転売がされていました。しかし、ウルトラシャイニーは怒涛の再販ラッシュで市場を飽和させてましたね。その後発売されたシャイニースター V は、ウルトラシャイニーほどではないものの、結構出回って気軽に購入可能な商品になっていました。ある程度流通しきった後にどちらのシャイニーもまた高騰しだしたけど、それはまた別のお話。なので今回の EV ヒーローズも、発売前の今でこそ、すごいことになってるけど、いざ発売してみたら怒涛の再販ラッシュが待っているかもしれない。発売日直帰しに入手できないからといって、前回から何も学んでない、とは思わないよ。頑張れ公式。そして何やら今回の、公式の予約方法が、先着順、ということで、それもまた物議を醸しているよ。どうやら外部アプリ使って、一人で先着を取りまくれる人も現れたようです。そんなのを知ってしまったら、なんで抽選にしなかったんだ、と思うかもしれない。これも公式の犬が公式を肯定するよ。結局、抽選予約だったとしても、転売のプロに複数アカウントを用意されたらなかなか抽選は通らないんだ。犬的にどっちも変わらないと思ったよ、と思ったら公式が、抽選も行うよ、と明言したんだ。これを受けてツイッターでは、最初からそうしておけばよかったのに、という声も上がったんだけど、これも公式の犬が公式を肯定するよ、というのも、抽選を明言したタイミングで、フリマアプリから EV ヒーローズの出品が消されていたんだ。発売前の商品だから消されたってのはあると思うんだけど、ここは公式全肯定の犬、公式の考えを勝手に都合よく解釈するよ。まず公式は、あえて先着にすることで外部アプリを使用する悪質なアカウントを特定し、後の抽選がより公平なものにした。ただそれだと、普通に先着で購入できた人にも被害が出てしまうので、悪質プレイヤーに本気を出させるために、EV でまとめたパックを用意したのではないだろうか。もし今回のパックが、バルキーブラザーズとか、レジヒーローズとかだったら、問題なくみんな先着で予約購入できたことだろう。ここで確実に炙り出すための EV ファミリー。どんなポケモンに若でも明らかに外れがないとわかる、EV ファミリー全種盛り。そうでもないと一つのパックに EV ファミリーがこんなに集結するなんて、おかしすぎます。レジロック EX、レジスチル EX、レジギガス EX は出すのに、レジアイス EX を出さない公式が、メガラテオス EX を出すのに、メガラテアス EX を出さない公式が、ラテオス GX は出すのに、ラテアス GX は出さない公式。わかったから、この EV ヒーローズに関して気合が入りすぎてて違和感があるってことね。しかも名前にヒーローズ、公式の犬には、このパックで何か、巨大な悪を倒そうとしている。そんな気がしてならない。買う前からポケカ楽しみすぎだろ。こうなってくると、自分が買えるか買えないかはもはやどうでもよくて、公式頑張え、EV 頑張え、となってしまうのである。この公式の犬の深読みが、正しいかどうかは置いといて、気持ちは楽になったよ。ちなみにデデン TV が電動やエクストラを押しているのも公式の犬だからである。公式が、電動、今後はもうサポートしません。とか言い出したら即日電動はやめる。わろた。
しかし現状公式は、スタン、エクストラ、電動3つ用意したからこの中で遊んでくれ、と言っているのである。なのでデデン TV は全力で全てのルールで遊ぶし、現スタンに不満がある人は、エクストラや電動を遊ぶことで不満を解消してほしいと思っているよ。マジでゆっくり実況になった途端ぺちゃくちゃ喋るようになったね。とりあえず、EV ヒーローズが手に入るかどうかは、未来に委ねるとして、このデデン TV ではポケカを最大限楽しむために、スタンも、エクストラも、電動も、幅広く紹介や考察をしていくよ。また会おう。